Think in the field. Team Go. じゃあ行きますか。猫、ブリブリですわ。めちゃくちゃ餌食ってるし、アルティスティックのリアクション猫ですね。最近のね、琵琶湖なんですけど、まあ、ずっと放水量が15トン放水で、ずっと水がほぼ動いてない状態ですね。で、どん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 水温も上がっていって、で、水が徐々に悪くなっていく。で、その水が悪くなってくるのがやっぱ南エリア、浅い南エリアから徐々にこう悪くなりだしてきて、で、ここ数日で一気にその、水の悪さが目立つようになってきたんで、で、今日はもうとりあえずまずは水のきれいなエリアということで北エリアで、まあ、この浜で墓の井、アクティバ名鉄山の下、この辺ですよね、まあ、この辺の一連のどっちかというとチャネルラインがしっかりと深いチャネルが入ってて水がきれいなエリアで、そのエリアにアユが絡んでて、でアユとハスで、まあ、場所によってはブルーギルももちろんいて、そういうスポットをどんどん釣っていくっていうことで、で今日まず最初に始めたところがこの浜の一番アウトラインですよね。ウィードの沖に向かって減っていった状態で、減ってなくなりかけたこうパッチ状にウィードが生えているところっていうのを今日まず狙って、ウィードの上をやっていく輪っかだったらジグヘッドでも全然いいんだけど、ネコリグにしてあげるとウィードの中にもスルスルって入っててくれるから、ラインが結ばってると視点がジグヘッドはシンカーのところについてるでしょ。でそうすると同じウエイトでやっていくと必ずラインの抵抗をシンカーが受けるから、浮き上がろうとするから角度が上に上がっちゃって落ちていくときに貫通力がなくなっちゃう。マルチスティックのこの 4.5 インチのネコリグの最大の特徴はスライドホールで、ボディが扁平になっているんですけど、扁平、こっちが平面で、こっちになると薄っぺらいですね。で、こ
そこで水を受けることによってフリーフォールでラインを完全にたるませた状態でスーッてこういうスライドしてくれるんですよね。ホールがラインのちょっとした抵抗と、あとこの底面ですよね。で水を受けることによってスーッてこのスライドしながらこう落ちていく。でかすかに尻尾がバイブレーションしながら落ちていく。それがもう最大の特徴で、この釣りが釣れる肝で、フックを刺す位置によってスライドの仕方が違うんですよね。で今日僕がこの今刺している位置、この位置にこう平面側に刺さる、平らな面を上にできるようにこう刺してあげると一番効果的なアクションです。楽しい。めっちゃ楽しい。マルチスティックのリアクション猫なんですけど、アクションなんですけど、まあ、リアクションって言ってもそんなに激しくさせないのが僕のやり方ですね。で、まあまあ投げて基本最初はフリーフォールでラインをたるめて落として、でしっかりと自発的なスライドフォールですよね。それを出してあげて、そうするとやっぱサスペンドして回遊してる魚が見つけて食ってくれたりもするんで、で着底させてからはトントントンと軽くトントントンとウィードを抜きながらで、まあウィードがないところはそれなりそんなに跳ね上げさせない、軽くそのボトムを小突くような感じです。でウィードのこうデコボコしている高さのあるようなところとウィードの上に引っ掛けてちょっとトントンって上げて、でスルーッと落としてあげる。でトントントンってやってウィード引っ掛かったなと思ったらトントンって抜いて抜けたらまたラインをこうたるませて、でこのたるませてスライドフォール、自発的なスライドフォールをさせるっていうのがすごく重要なんで、必ずラインを張らないでフォールさせる。バイトを取ろうとしてラインを張っちゃうと逆にバイトがなくなってしまうんで、その点はすごく重要ですね。来ましたよ。どんどん釣れます。おお、いいサイズだ。いいぞ。うう。いい。よいしょ。またまたマルチ。楽しい。
きましたよ。おぉ、でかい、でかい、でかい、いいですね。今も潜られかけたけど、これ6本だったら 100% やられてるパターンですね。出してこれじゃん。よいしょ。でっかーい。